はいえー、時間にして7月20日の10時21分ですけども、朝の相場とね、えー、同じようにもう一回引いてみましょうかあの。レンジオプションなんですよね。ここと、ここを結んで、えー、こういう風な線引きますよね。で、これがアッパーで、で、下の方は、まあ、ここですよね。こういうところを引いて、えー、この間のレンジで狙っていこうかなと。えー、上の、上のですね、 抵抗体に近づいたときは売りで、下の抵抗体に近づいたときは買いで入るんですけども、今日スタートした時点でこの辺だったんですよね。まあですんで、買いでいいんじゃないかなということを申し上げました。1時間の方行ってみます。1時間の方でしたらちょっとわかりやすくなるんですけども、こういうふうな形でね、えっ、ー、と、アッパーが、あーまずここ、そしてここ、ここということで、えー、上の抵抗体をこういうふうに引きますよね。で、下はここにあります。 で、えー、と今朝は、ここよりもちょっと下の方に、この辺にいたんで、倍でいいんじゃないかなってことを申し上げたんですけども、まあ何の理由かわかんないですけども、赤い線がぐっと出てますよね。で、同じここで、ヒゲを出して戻ってきてるんで、えー、まあ最大限の利幅が取れたかなっていうことですよね。 当然、ここからは売りに入って往復ビンタでもう一回取っていこうかなというところですで。長期目線でやっぱり売りだというふうな判断でおりましたので、まあ、ここまでは考えた通りかなというところですね。で本日は以上です。